これは生命学習機。最新型が死んだ本社にあるらしいが、これはわしが作ったオリジナルじゃ。では、始めよう。驚くのはまだ早い。あ、流れ星。星と宇宙、そこに生きるもの、その仕組み、命の流れを知ることは生命学の基本じゃ。この星はわしらの星。豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。人は生き、やがていつか死ぬ。ジョンは死んだらどうなる？体は朽ち、星に帰る。では意識、心、精神はどうじゃ？実は精神も同じく星に帰るのじゃな。星に帰った精神は混じり合い、星を駆け巡る。星を巡り、混じり、別れ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ライフストリーム、すなわち星をめぐる精神的エネルギーの流れじゃな。星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。じゃがその精神エネルギーがなくなれば。